今回は腹筋が苦手な人も得意な人も、運動が苦手な人も得意な人にもおすすめなメニューになってます。1種目3回です。実は腹筋メニューっていうのは回数や時間が伸びるとフォームが悪くなってお腹に効かなくて首や腰が痛いという風になります。要するに少ない回数の方がしっかり効かすことができるんです。その中でも今回特別なメニューを紹介してます。一番最後にとっておきなメニューがあるんで、最後まで続けてやってください。1種目3回です。まずは寝た状態で手は頭の後ろです。このままで体を起こして息5秒吐いたら5秒後にちょっと体を起こします。これを3回、息止めないようにいきましょう。スタート。ふー、息5秒吐いて4、5、6で起きる。2回目、1、2、3、4、5、6で起きる。ラスト1、2、3、4、5、6、 OK です。次は体を起こしたままで膝を曲げたら股下でタッチ。これを3回やったら足を入れ替えます。息を吐きながらいきましょう。スタート。1、2、3、1、2、3、休みます。2回目、1、2、3、1、2、3、 OK。 ラスト1、2、3、1、2、3、オッケー。もうすでにね、結構来てるよね。少ない回数でたくさんメニューあった方がしっかり鍛えられるから頑張りましょう。膝を曲げた状態で足を下ろしながら体を起こして5秒キープしたら帰ります。3回、息吐いて1、2、3、4、5、2、3、4、5、OK。 来るね来るね。寝た状態で手を伸ばします。重ねてももに当てて、手はこっち、ももはこっちに力を入れて5秒息吐きます。いきましょう。1、2、3、4、5、はい、1、2、3、4、5、2回目、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、ラスト1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、 OK。 今度は膝を曲げて足を開いて、お尻を上げて、腰からゆっくりお尻をついたら体を起こして膝をタッチしたら帰る。3回いきましょう。息吐きながら1、2、3、 OK。 片足伸ばして片方曲げます。このまま足を右左動かします。息を吐き続けながら5往復いきます。スタート。1、2、3、4、5、はい、2、3、4、5、2回目、1、2、3、4、5、反対、1、2、3、4、5、よし。
ラスト1、2、3、4、5、 OK。 ラスト1、2、3、4、5、 OK。 ラスト、万歳したら足を開いて平泳ぎしたら起きる。ここで7秒キープしたら同じように行います。3回ラストいきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、うわー、むちゃくちゃ効いた。少ない回数でちゃんとしたフォームで行える腹筋メニューです。今回の腹筋メニューは腹筋群全部使えてますんで、お腹引き締め効果、姿勢改善効果ものすごいあります。毎日続けることで確実にお腹周りスッキリしますんで、やった人はコメントで教えてください。動画見て頑張るけど痩せにくいよって方、説明欄に痩せる食事の方法紹介してますんで、ぜひチェックしてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。